未速井神社は大阪府茨城市にある神社。式内社で旧社格は腐社。単立。2018年の大阪北部地震被災から立ち直っておらず、境内社は傾いたままで立ち入り禁止となっている。2020年1月時点で隣接する古宮自宅は撤去されている。1、2日には授与品の授与があった。依然復興が待たれる状況にある。 祭神祭神関係略図実践は実施、点線は数代略、点線は婚姻関係、数字は天皇即位順を表す。太字は当社祭神で赤字は女性。いずれも公式サイトに従って記載。現在の祭神は以下の六柱。創建は不詳社殿では第十代主人天皇の頃に創建されたとしている。当社は 最人説にあるように、三島航空寺一族を祀っており、古事記、日本初期の諸伝承との関係が指摘される。古事記、神武天皇団では、大物主神が、三島航空の娘である、勢いよるたたらび目を見染め、ニヌリ屋に化して、姫の陰部をつく。そして姫は驚いたが、その矢を床に置いたところ立ちまち、竹雄となり、姫との間に、不当たた。 両いすすき姫命が生まれたという。日本書紀、熊城巻では、姫たたらい鈴姫命が、大見神のこと記すとともに、ことしろぬ主人が、やひろくまにとなって、三島みぞびのもとに通い、生まれた、姫たたらい鈴姫命が、神武天皇の記載になったと記す。日本書紀、神武天皇即位前更新年8月16日上にも、同様の記載があり、 ここでは、玉串姫は、三島未俗錆耳の娘と記されている。これらの文献を踏まえた上で、さらに当社の境内者には、大物主神でなく、ことしろぬ主人が祀られていることから、ことしろぬ主神を奉仕する、地議系の鴨の師と三島勢力との交流を指摘する、説がある。周辺には、三島鴨神社、鴨神社といった神社や、鴨村、 カモバヤといった地名が残り、天神系か地義系のカモノ氏の勢力が伺われ、後世になって、この交流が危機神話に再構成され、出雲系の神が上記のように強調されたと考える説がある。また、三島ガモ神社を奉仕したとみられる、三島あ主の祖先は少なびこなの命とされるが、少なびこなの命は天神系のカモノ氏の祖先である。 三島航空の命と同神と見る説がある。溝は水を象徴し、耳は蝶を表すとする説から、愛川水系の溶水に関わる種族と考える説がある。社殿によれば、当地には平城天皇王子、阿保親皇の遺伝があったという。そして、天朝年間の干つの際、親皇は創生して鏡を賜り、 雨乞いを行ったところ大雨が降ったという。現在も残る神宝の赤月のお鏡がその時の鏡だと伝わる。延長5年編纂の演技式神明町には、摂津串間家軍港、九井神社具合弓の記載があり、式内社に列している。古くは、東北約500メートルの位置に、上の宮があって姫たたらい鈴姫命が祀られており、現在の境内は、 下の宮として玉串姫命の地が祀られていたという。別れた時期は明らかでないが、室町時代の柿津元年の古文書には、上宮、下宮の地名が見える。下宮が、元々の式内者と考えられているが、以後明治42年の合詞まで二宮で祭祀が行われていた。四月吉氏は、式内者の研究で、上代は、 神や白の未族意み命に仕えたのが、下社の祭神玉串姫であったのが、石鈴姫が、神武天皇の皇后となったので母親の方が有力となり、下社が式内社に昇格したとしている。社殿は、文明9年に、領主未俗意兵庫助出身が再建し、文六年間には、長谷川式武将ゆこれが再建した。現在の社殿は、 官方二年米やえも門、米や騎兵が造営したものである。維新まで、境内には、神宮寺として、密教山不動院明連寺があった。1872年、近代社格制度において尊社に列し、1907年、新鮮兵白領とも新社に指定された。1909年、相川の東、ババーザ宮田にあった。 水奥伊上宮神社に祀られていた三座を合祀した。また、同年に、二階堂技正美の天馬神社、1910年には、大技目書きの後神社を境内に移転した。1941年に腐社に昇格した。今年の主神社、1909年4月23日、大技、二階堂星美の天馬神社を、一木島神社に合祀された。 古くは、日本初期人代上にあることしろぬし人が、三島溝姫に通ったという古事に基づき、ことしろぬし人を祀る三島鴨神社と同日に、信仰を行っていたという。社殿に記載される、阿保神皇による、雨乞いの際の鏡。中国の漢の時代に作られたもので、聖堂聖、二神に従教である。1939年、愛川改修工事にあたり、 元溝食い神社上宮隣接地より、はじき、末木等が多数出土し、溝食い神社に保管された記録が残されている。なお、上宮跡とその周辺は、溝食い遺跡にあたり、1997年に行われた、公益財団法人大阪府文化財センターによる、発掘調査では、古墳時代の小区画水田や奈良、平安時代の遺物、また、 中世後半代の溝食い上宮跡と見られる、方形区画の遺構が検出されている。溝食い神社上宮跡彦と白主は、出雲の大国主の子として記述されるが、日本の神々では、一説として今年白主は本来、出雲系でなく鴨系だと指摘している。ありがとうございます。